崎赤虫長尾佐翔太赤崎家系訪問 TV ウォッキーさあ始ました家系です今回香川県です香川県高松屋行ってまいりました遠征です すごいねしたねこちらねすごい遠征だなこれいやそうですね、こちらですね高松琴平電気鉄道指導線片元駅という片元駅から徒歩10分ってことでね新潟の片使う駅あるんですねすごい香川まで行けばアクセス抜群ですねあーなるほど西日本唯一の家系直系店あ吉村屋の直系なんだ直系が四国で食えるんですようわこれは行くしかないということでね西日本唯一ですね、はい、これは行ってまいりました食券から見てまいりましょうねはい、まあ、基本ねラーメンチャーシュー麺つけ麺餃子ありますけどもね、はいはい、各種ね、はい、僕はもちろん並ラーメン行ってまいりましたあー並ラーメンですね、やっぱりね、はい、カスタムいろいろできるんですけどもねはいはいはい、はい、まあねちょっといろんなね気になるメニューもありましたけども現金トッピングなんてのもあったりするけどもあそうこれもやっぱちょっとならではですねはいはいはい着丼しました醤油ラーメン並670円、はい、麺固め氷ですねで辛ネギと小ライスいきました僕はいいっすねかしわバター丼っていうのねそれのね人が食べてておこれ食いたかったなと思ってねこれは頼まなかったんですね次いきます、はい、はいはいはいで豊富なトッピングというかね調味料ありますけどもおー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 あるね右唐辛子直系おなじみのねこれねよくあるんだよねあそうなんだ直系店では、ね、後ほど楽しみにしてください、いや見ていきましょう行きましょういただきますということでまずはスープを行きましょうよっしゃやっぱね直系ですからねこのね醤油の濃いね、はい、これを直系ぞというね、はい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 、味わっていきますよ美味しそう美味しいですで麺なんですけども直系おなじみということで堺製麺堺製麺ねなんと空輸で送ってるということでね飛行機で飛行機でまさかすげえなそのあの高松屋ですねちょっと平打ちの感じがあってあはははいや柔らかめかなというねああ固めだった今日は麺固めで頼んだんですけどもちょっと独特な感じもしましたね、同じ堺製麺ねそれが高松屋のやり方高松屋ですねなるほどで、チャーシューこちらね長時間じっくりスモークされてるんですけども余分な油がね、取れてるんですよあ、スモークされることによって、はいはいはい、はい、こちらなんですけど、美味しかったです、めちゃめちゃすごいねトッピングの辛ネギですねあ、来ました辛ネギ大好きなんですけどはい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 、はい、辛いシャキシャキあ、そうですね、ちょっとあえてあるんであー、結構先入れちゃうとね、ちょっとスープがだいぶ辛くなってしまうあーなるほどなるほど、ね、あんまりスープには最初には浸さずにそうですよちょっと脇からこう余計につつ食べるのがいいかななるほどね部分部分で食べるっていうのがいいですねあここ味変でもここデフォルトでいくみたいな感じであすごいな巧みだね食べ方が巧みで、で家庭的ななんか器が怖い何来ましたけど何これなんだ餃子ニンニクは2分この前杉田のありましたありましたおなじみのでこちらさっき触れましたあ粗挽き唐辛子ちょっと入れましたアクセントでフライドガーリックあああ、ね、器がちょっとね珍しかったから入れちゃって、ね、おしゃれだよねちょっとねカスタムしていきました赤崎スペシャルこれが赤崎やでこれ変身したのはどうかだねもうちょっとスペシャルうまいですこれはで小ライズいきました小ライズいきました個人的なんですけども今日の朝にあの僕香川のさぬきうどん食べてるんであ、食べてから行ったんだ食べて もう完食いけますよこれはあなるほどなるほどでチャーシューが2枚ありますからはい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 ライスともね楽しんでいきますこれはこれはいいですねうん、あこれはうまいとうまいとあーグッドそうですね飯よりも自分を移すというねエゴがねで、海苔で巻いていきますよ美味しそうスープも濃いんでね、直径なんでねはい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 ご飯とのアクセント抜群ですよ、これはこれは美味しそうだし、お椀が可愛いなお椀ね、お椀ね急に最後お椀でしたけどごちそうさまでした見てください、このスープの色いや、濃いねすごい濃い上に辛ネギのね、辛みが混ざってますからわー、これは本当にうまそうだこれを最後ご飯に巻いていきますねに高い直径の高さですこれはやっぱりやっぱりそうですねはい行ってまいりましたよ松屋ものすごいスピード感のあるそうですねめっちゃ早口だったねやっぱ情報量もやっぱいろいろね確かに確かに確かにただ相方なんで分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ頑張って今喋ってましたね、はい、漫才やるときよりも、ま、もう漫才やるときはもう結構遅めなんですスローペースでねスローペースで漫才してますから平均よりも早いということで、はいね、はい、頑張りましたよ言い切りましたかはい、言い切りましたなかなかいないですよ、うどん以外のものそうだねサヌキうどんね団長の思いで賞を頼みましたから、うん、やっぱうどんも食べたかったな高松屋は行きたいっつって、ね、4,5 人ぐらいで行ったんですけどもう高松屋ぜひとも行かせてくださいってもうあ、ミニ県通してみんなついてきてくれたんですか来ました、はい優しいプロの意識ですね行くしかねえ、香川来たんだからってことねなるほどね、はい、最高の味でした、ごちそうさまでしたいやー、お世話になった、ごちそうさまはいThank you.
Thank you.